ずっと坂道が続いてます。勾配きちいぞ。おお、出ました、パルテノン神殿。なんかちょいちょいこのなんかがあるんだよね。これをピッ。空港から電車に乗ってアクロポリスに向かいます。でアクロポリスまで着いたら、古代ギリシャの遺跡は結構密集して点在しているので、あっちまで着いてしまえばね、まあ、歩いてでも回れるかなとは思うんですが、とりあえず電車で40分ほど揺られて、この古代遺跡、古代ギリシャ遺跡があるエリアに向かいたいと思います。さあ今2時7分です。アナスティラーキ駅に着きました。ここから駅を出て14分ほど歩いてアクロポリスに向かいます。今日夜もロンドンに帰るんですが、夕方6時にはもう空港に向かい始めなきゃいけないので、滞在時間としては4時間ぐらいですね。4時間で、まあ、効率よく主要な神殿を巡っていきたいと思います。さあアテネの街に出てきました。歩いて15分ですね。15分かけてアクロポリスに行きたいと思います。今3月なんですが、ちょうどいい涼しい気候ですね。15度ぐらい、とても過ごしやすいです。おお、すごい、もうなんか遺跡が見える。あれか、見えます、あそこにアクロポリス。ここにも落書き、あそこも落書き。とにかくね、アテネの街は落書きが多いって聞いてたんですが、本当に多いです。歩いてるとね、いろいろ遺跡が目に入るんですが、こちらローマンアゴラですね。見ようと思ってたんで、行く途中に見れてよかったです。ローマンアゴラ、まあ、メインはこのアクロポリスの真ん中にあるパンテノン神殿は絶対見たいのと、あとゼウスも見れれば嬉しいなと思ってます。ローマンアゴラはこんな感じですね。遺跡の跡が見ることができます。アクロポリスまではね、もう丘の一番上に行かなきゃいけないので、ずっと坂道が続いてます。勾配きちいぞ。さあようやくチケットカウンターのところまで登ってきました。入場料はね、11月から3月の間は冬のシーズンということでちょっと安くて、シングルが10ユーロになります。4月以降は夏の料金になって20になるのでね、冬の間だけ半額で入れるのでお得です。でさっき見たローマアグロとかそのゼウス神殿とかも全部見れる共通チケットってのがあるんですけど、それは30ユーロで7箇所ぐらい見ることができます。まあ、今日は私は4時間しか入れないので、まあ、見れても2箇所ぐらいかなと思ってシングルでしました。さあ無事に入ることができました。とりあえずパルテノン神殿パルテノン神殿を目指したいです。さあなんかコロッセオのようなね、まあ、当時劇場として使われていたであろうところがまず見えてきました。だいたいこういう劇場は当時の古代ギリシャ人にとっての憩いの場なので、景色がいい場所に作られる傾向があります。もうちょっと内部まで見れる位置に来たんですけど、結構保存状態とか多分修復されているので、修復状態がすごく良くて、当時の座席とかあとステージの部分の床も再現されています。綺麗ですね。トルコのエフェソス遺跡の時はほぼもう崩壊していたのですが、ここはかなり修復状態が良くて今でも使えそうな感じです。まあ、実際パルテノン神殿でね、ルイ・ヴィトンかなんかがファッションショーやったりとかしてるんですけど、結構商業利用も進んでるんじゃないでしょうか。さああそこにちらっと見えてきたのがね、パルテノン神殿だと思います。アテネの黄金時代を象徴する聖なる丘と呼ばれているアクロポリスなんですけど、意味としてはアクロスが高いという意味があって、ポリスっていうのが都市国家っていう意味があるので、アクロスとポリスを合わせてアクロポリス、高い位置にある都市国家というふうな意味があります。もう高校生の時にね、歴史学んでる時からパルテノン神殿生で見れたらいいなと思ってたので、ちょっとついにドリームカムトゥルーの瞬間が今日やってきますね。神殿の入り口みたいなところまでやってきました。ここはすごい見晴らしがいい。でね、ツアーの話を横耳で聞いてたんですけど、やっぱりここ古代都市ということで都市として機能していたので、ここで人が生活していたので、人々が生活していた居住エリアもあれば、ここはスーパーマーケットみたいなエリアだったんだよっていうようなエリアもあれば、さっきの劇場みたいにね、ここは娯楽エリアだったんだよって感じで、結構エリアごとにその使われてた用途が違うっていうのもちょっと聞いてて面白いなと思いました。
まあ、ここからは神殿なのでね、まあ、聖なる域に入っていきます。地面がね全部大理石でできてるので乾いてるんですが、かなりツル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 滑ります。さあどん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 てっぺんに向かっています。ここはもうあの頂上なので背景は空ですね、吹き抜けですね。それがより神秘的です。いや団体ツアーが多いねやっぱり。おー出ました、パルテノン神殿、ついに見えました。パルテノン神殿結構あれだわ、世界史の教科書の写真で見てたよりも実物は大きい、奥行きがある。あと風が涼しい丘だから。神殿の前にね、こういう瓦礫みたいな感じで岩がいっぱい並べられてるんですけど、おそらくあの上に乗ってたパーツが落ちてきちゃってるんじゃないかなと思います。あの上ですね、この部分結構近くで見るとね、横幅3メートルあるようなね大理石の岩がいっぱい落ちてます。ここね、神殿の柱を間近で観察することができるんですけど、気づいたこととしては柱ってこう一本で建てられたってわけではなく、だるまのように積み上げられてるのが分かりますかね。横にこう線が入ってるんですけど、まあ、おそらくだるまのような仕組みで積み上げて作ってたんじゃないかなと思います。で下の方が太く上の方が細い、これがあのパルテノン神殿の作りですね。こっから丘の上から下をこう見晴らすことができるのでね、貴族の生活って感じですよね。さあアクロポリスに着いたのが2時半ぐらいなんですが、今もすでに昼の3時15分になっています。今日は6時までしか時間がないのでサクサクと次に進もうと思いますが、次目指すのはねゼウス神殿になります。その前にちょっと小腹が空いたので、ギリシャヨーグルトが美味しい専門店があるみたいなんで、ギリシャヨーグルトを途中で食べてゼウス神殿に向かっていこうと思います。さて続いてやってきたのはこちら、フレスコっていうギリシャヨーグルト屋さんです。ちょっと見てみましょう。ヨーグルト 8%、10% っていう濃度が選べるみたい。 2%、 多分 10% になればなるほど水分がなくてね、結構こう固めのヨーグルトになるのかな。 OK, can I have in a small cup? Small cup? Yes. Rich and creamy the best. 10%. This is the best one? Yeah. Okay, I get that one then. Where are you from? Japan. Oh, Japan. Yes.Japan, Yokohama Marinos, Kawasaki. Why Yokohama? I'm from Tokyo. Tokyo FC. Yes. それではギリシャヨーグルト 10% おすすめされたので 10% にしてみました。こちらのねお店が一番人気ということでやってきました。たっぷりパニーです、混ぜた方がいいかな。アーモンドトッピングこんな感じです。結構硬い、水分少なめ、牛のヨーグルトです。うん、おいしい。蜂蜜がね甘すぎない。硬いヨーグルト苦手かなって思ったんだけど、すごいおいしいわ。ハドリアノスの門を通るとすぐゼウス神殿があります。形としてはさっき の, あのパルテノン神殿を限りなく崩した状態みたいな感じですね。柱が数本立ってるだけです。はい、そんなこんなでゼウス神殿を見終わってもう夕方5時になってしまいました。で6時には飛行機に向かわなきゃいけないので、今から商店街でお土産探しをしようと思います。マーケットでね、みずほちゃんがねクロエの面倒を見てくれてます。なのでみずほちゃんのために何かお土産を買おうと思うんですが、彼女お料理が好きなので、まあ、お料理に使えるものがいいかなと思ってて、これとかギリシャはオリーブの木で作ったキッチン用品とかが有名なんでね、こういうなんか
スプーンとか料理に使えそうでいいかなと思います。オリーブの木でできたサラダセットとかね、サラダボウルとかね、いいかなと思いますね。蜂蜜入れとかもね、おしゃれやね。チーズフォンデュとかできる、これで。犬好きやし、みずほちゃん、これかわいいや。これね、料理する人には嬉しいかな、こういうの。結構高いな。 Oh, I know this is. This is for olive. Yes. オリーブスプーン。オリーブ刺して、オリーブ刺してこうやって食べるの。なんかちょいちょいこのなんかがあるんだよね。そう、ウゾス。ウゾ。This one。これもウゾ。Everything is ウゾ here. This is a different company. Different company. Ah, okay. Mm-hmm.ウゾって知ってる？アイスマスティハっていう木のね、樹脂みたいな。ちょっと食べてみます。あー、 I've tried this before. I like it. マスティカも食べてみる。あ、硬いんだよね。キャンディーみたい。おー、ハーブ。Good. Very nice. Bravo, bravo. おいしい。必要なお土産を買いました。ほら見て。お土産探しにやってきたのは木出しネオン通りっていうマーケットです。ここ、とにかくお土産屋さんがあの所狭しと並んでいるので、お土産探しにとても最適です。でも大体売ってるの同じ感じなんですけどね。オリーブの木でできた食器とか小物とか、あとはヘチマのスポンジとか、そういうところがね、いっぱい お土産屋さんとして並んでいます。まあ、いろいろ選択肢があって楽しいのではないでしょうか。ここのブレットスっていうお店がね、バーなんですけど、めちゃめちゃ雰囲気いいのでちょっと入ってみたいです。見て、オーシャーン。コーヒーあるのかな。あ、コーヒーリキュールか。やばい、ブランデー、グリークスピリット、スピリット、ウォッカ、テキーラ、ウイスキー、モヒート、ラム、めっちゃ種類ある。やばい、ブランデーとか。う、あ、ウーゾだ、さっき教えてもらった 42%。 ウーゾの樽とかもある。これはね、ギリシャのお酒、ウゾっていうので 40% です。見た目はなんかカルピスみたいな白い色なんですけど、さっき食べたキャンディーと全く同じ味がします。香りがします。あ、飲みやすい。いやいやいや、 40% って聞いてたからもっと痛いかと思ったけど、あ、でも来るね。あ、でも美味しいわ。なんてやったらいいんだ、消毒っぽい味なんだけど、なんだろう、ちょっとほんのり甘さもあって結構いけます。なんかパクチーとか好きな人にはウケそうな味。ちょっとウゾについて知識が なさすぎるのでググってみたんですけど、ウーゾ、ブドウや干しブドウを原料としたお酒で、口に含むとアニスの香りが広がります。アニスの香りって初めて聞きました。いやー、もうなんか体がポカポカしてきましたよ。樽もあるし、壁にはリキュールあるんだけど、私の後ろにもいろんな味のリキュールがあります。アマレット、アップル、アプリコット、あと何、ブラックベリーとか、これパッションフルーツ、パッションフルーツ、すごいいろんなリキュールがこんな上の棚まである。すごいね、ここ。お酒好きにはたまんないと思う。私これ家に昔あった、同じやつ、この栓抜き、誰かのプレゼントでもらった、誰かからの。懐かしい。夕方6時タイムアップということで、たった4時間のアテネ滞在でしたが、結構充実した4時間になったし、見たいところは見れたので、これから空港に戻りたいと思います。